もう回したんですかカメラ。回しましたよ。回したの。契約満了ですね。いやー満了やね。こんな顔になります。あ、前見てください。あ、危ない。こんな。こんな顔になりますね。うん、渋い顔になっちゃいますよ。どうしましょうね。誘ってんじゃん TV まさかの。終了？解散？解散はあるのか？それはあのナレーション入れるんだよ。あ、それナレーションなんだ。自分で言っちゃダメだ。自分の声いらない。自分でやってんだよ。もういらないの。どうするよ森さん。どうするよ本当。どうしましょう。本当にまあでもね。うん。方向性はだいぶ決まってきたかなっていうのは。マジ？感じてる自分の中で。なんかやっぱり。うん。現役は続けたいなと。おお。それは思うし。サッカーね。サッカーの方をね続けていきたいなと。うん。現役は。うん。続ける意思があると。あると。よかったさ、これは。いうとこっすね、うん。現役は続けたいと。なるほど。もう、うん。やっぱりね、サッカーも好きだし、うん、何よりも、子供にもね、うん、自分が試合してる姿、うん、っていうのも見せたいなっていう、ところは感じてるんで、だってまだね、愛する子供が生まれてから、多分ね、試合を見せたことないかもしれん、子供に。わーおー。うん。なるほどね。ちょっとね、家でのお父さんだけじゃなくて、うん、外でのサッカーしてるお父さんっていうのも、うん、見せたいなっていうのは、感じてるかな。うん。自分で当たれるとこは当たって、うん、代理人さんがね、当たってもらえるところは当たってっていう。うん、だから本当にもう。じゃあ、待ちって感じですか？待ちって感じ。うん、でも待っててもね、仕方ないんで、自分でアクションを起こせることは、アクションを起こしていきたいなっていうのは、感じてるから、ね。カテゴリーは？カテゴリーとかは、もう今もう全く考えてない。とにかくオファーが、うん、オファーをもらえる、うん、それだけでも本当ありがたいというふうに思ってるから、うん、とにかくオファーを待ちたいなっていうのが、率直な思いかな。もうカテゴリー云々より。うん、引退とかよぎらなかったですか？引退？うん。まあ、でも、引退しようっていう引退はよぎらんかったかな。ああ、じゃあまだサッカーしたいんだね。サッカーしたいんだと思う。うん、本当に。引退でね、もちろんこういう年齢やから、うん、引退後のこととか、うん、自分がね、あとどれぐらいサッカーできるんだろうとかっていうのは、うん、考えたりもちろんするけど、うん、考えるは考えるけど、うん、じゃあ、もう引退かなとか、そんなんは、うんうんないかな。引退しようっていうね、気持ちがそっちにぐらついたことはないんで、だからまあ、サッカーをね、うん、まだやりたいんかなっていうのは。これは森脇ファンにとっちゃね、朗報ですよ。そうやね。はい。うん、やっぱりね、本当に多くの人が、うん、まだまだサッカー続けてほしいと、うん、サッカーしてる森脇選手を見たい。うんうんやっぱそうやって言ってくれたっていうのは一つ自分の心をこう動かしてくれた、ねうん、まだまだ、ね、届いたんですね、うん、ファンの声もサッカーしてるプレーを皆さんに応援していただきたいなと、うんね、もしこれが引退してしまったらもうね、そうですよね、誰一人応援してくれなくなるかもしれないんで、うん、もうあれどこ行ったってもう皆さん応援してくれた人どこ行っちゃったのっていうね感じになってしまう可能性もあるので、なるほどね、うんまあ自分の体がね、ボロボロになるまでは。うん、やると。うん、もうできないっていうぐらいにはね、うん、やりたいなっていうふうに思えますね。やっぱりね、うん、気持ちが一番大事だなっていうのは、そうですよ。ここ最近ね、めちゃくちゃ感じてる、うん、本当に、うん。やっぱりね、情熱がないとサッカーを続けていくっていうのも難しいし、うん、もちろんね、うん、他の、例えば引退して、うん他のステージに行ったとしても、うん、情熱がなければね、それはそうです。やっぱり仕事をしていくっていうのは難しいんで、うん、やっぱそこの気持ちを持ち続けてられるかっていうのはね、うん、大事かなっていうふうには感じましたね。生きる意欲はいつもあるんだけどね。ね。生きるぞっていう。すごいよね。そう、すごいのよ、ね、すごいよね、うん。絶対死なないぞっていう。だろうね。それはね。
そうなのよ。だからでしょうねって感じですよね。だこのままね、本当に、うん、死んでたまるかと、うん、また蘇ってやるぞっていう。すげえな、やっぱ、と。そういう気持ちなのよ。あいつしつけえなっていう。まだやっちゃうのまた立ち上がってきたかっていう。ああ、ぽいぽい。ちょっとイメージ湧きました。湧いてきたでしょ、なんと。なるほどね。そういうプレイの見せ方ね。そうそう、もう本当。まだこれでもいけるのと。そうそう、もう踏んづけられて、うん、もう踏んづけられて、いて、いて、って言うけど、ふんって、起きちゃうよっていう。ちょ、前見てもらっていいですか。もう、今さ、もう、前見てんだけどね。このオフは体作りをあれですか、うん、まあもちろんちょっとね、鍛え直したいなっていうのは。なんかやっぱやってるんですか、ね、今。まあ、シーズンオフ入って、うん、トレーニング、まあ体は継続的に動かしたいなと思ってるんで、うんうん、まあちょっとクラブハウスの方に行って、バイク漕いだり、うん、体幹トレーニングしたりっていうのはやってます。これ、聞いていいですか？ああ、いいよ。誘ってんじゃん、どうします？誘ってんじゃん TV どうなんの？いや、教えてもらっていいですか？本当に。さ、難しいよね。もう、視聴者の方がね、もう、まだまだ見たいって思ってくれてるのかな、その前に。いやー、けどこの間も結構ファンいましたよ。そうだね。いろいろ、りょうすけもね。そうそう、僕のことまで知ってくれる人、ね、知ってる人いたんで。そうやんな。すごくないですか？すごいよな。だから本当にまあ続けていきたいなと。まあね、どういう形でね。どこ行くかもわかんないですからね。そうそう。続けていくかわかんないんで、うん、まずは最優先事項は、チームが決まる。チームを決めるっていうのが、一番重要かな。うん、まあそれ以降のことは、ちょっとそれから見てみましょう。いろいろね。まあやりますよ、僕も。そうやね、うん。ちょっと。海外もあるんですよね。海外もあるよ、あり得る。だから本当に今ね、その、東南アジアとかヨーロッパとか。そちらも。当たれるところはね。当たってるんですね。うん、全部。なるほど。行ってるんで。イタリアーノってね。わかんないからね。何？ちょっとキレが悪いな。キレが悪いな。イタリアーノ、ボーノ。行くかもよ、イタリアに。わかんないわ。準備できてる？ちょっとイタリアとかもいいな。家族を養って行かないとダメだね。行かなくちゃいけないんで。そこはやっぱ難しいよね。まあね、サッカーはね、うん、世界中でできるわけで、うん、まあね、やっぱりサッカーをしながらも家族を、うん、養っていく、うん、それはしたいなと思ってるんで。そうだ。まあでもね、本当にそこに例えばもうね、お金がなく、お金が0円オファーが届いたとします、うん、でもそこに本当にやりがいとかね、情熱 を、うん、を見出せたら、ね、うんうん、そういうところでもね、チャレンジはありなのかなというふうに思ってます。まあ今後のことね、ちょっといろいろ決まり次第、毎日毎日やっぱちょっと、うん、またね、追いましょう、うん、連絡させてもらいたいなと思うんで、うん、その度にね、皆さんにまた報告します。うん、うん、家族とかなんか言ってましたか？家族はね、うん、もう早くオファーが来たらいいねと、話があったらいいねっていう。まあ家族はね、もう娘なんか僕がセレモニーというか、うん、最後ね、うん、ホームでやった時のスピーチした時に泣いてる姿を見て、うん、パパなんで泣いてたのと、うん、帰ったら言われて、うん、で寂しくなったと、うん、京都がパパは大好き大好きだ、うん、だったと、うん、京都が大好きだったから寂しくなったんだよっていう風に言ったら、うん、娘なんて言ってくれたと思う？パパ、娘の名前を自分で言って、うんうん、私とママがいるから、うん、大丈夫だよって。泣きそう。泣けるやろこれ。泣きそうだ。私とママがいるから寂しくないよ、大丈夫だよって。もうそれ言われた時には俺もう号泣で、ほんまにもうたまらんなと思ったよ。頑張れるな森さん。それはパワーの源よ、本当に。もうたくさん森脇にとってパワーの源は多いけど、やっぱね、家族の存在っていうのは、それは頑張れるわ。めちゃくちゃ大きい。もう。でもなんかまだまだ頑張っていきます。OK。はい。
じゃあちょっとじゃあ、オフ、しっかり体作って。そうだね。ちょっと、継続的に動かしていきたいなと思うんで。オッケー。じゃあちょっと、当分密着しますね。そうだね。トレーニング映像とかね、いろいろ。お願いしますよ。オッケー。イエス！